霧の日と晴れの日それぞれの指定。カリフォルニア州サンタバーバラ指定とは、肉眼で物体が、はっきりと確認できる最大の距離のこと。大気の見通し。単に指定といった場合、水平方向の指定である、水平指定を指すことが多い。基本的に、指定といった場合、水平方向の最短距離を指定として観測する。ただし、これも国によって、あるいは用途によって、 定義の仕方が異なる。航空交通管制用途は国や地域によって指定の定義が異なる。ヨーロッパの飛行場では最小指定が採用されている。日本やアメリカ合衆国の飛行場では全方位のうち割合が最も多い指定距離を用い、卓越指定としてその値を報告する。ノームなどによって延長方向の見通しを報告する延長指定を 用いることがある。報告する際には、延長指定距離を前置してその距離を報じる。指定の計測には、目視と機械計測の2種類がある。目視の場合は、あらかじめわかりやすい目標物の観測地点からの距離を多数調べておき、それをもとに、どの目標物が見えるかで、実際の観測を行う。目標物は、 観測地点から100メートル100キロメートル程度のものを調べておく。目標物は明るい視界の中でも判別できるよう暗い色のものを採用することが多い。機械計測の場合は指定形を用いて WMO が定義している気象光学距離を計測する。気象光学距離の定義は以下の通り。国際民間航空機関が定めた。 国際民間航空条約では付属書3の気象の中で指定の定義を定めている。また同付属書では滑走路子距離の定義も定めている。こちらは滑走路子距離計で観測する。航空においては RVR の値が不明の場合は地上指定の観測値などをもとに算出される地上指定観算値を用いる。滑走路子距離の定義は以下の通り。 国際式の気象通報では、観測値を0から99の100段階で表し、複数の気象通報式で使用されている。また、日本では、これと別に10段階の指定階級表が定められて、おり、こちらも用いられている。指定が通常より小さくなることを、気象学では特に指定障害といい、代表的なものに切り、もや、霞、雪、縁無。 交差などがある。雨や雪でも、指定障害がよく起こるが、人工的に排出される大気汚染物質の影響も大きい。これらの条件で見えなくなる状態として、霧や風雪で見えなくなる、ホワイトアウト、砂煙で見えなくなる、ブラウンアウトがある。指定が低下すると、航空機の運航などに支障が出る場合がある。著しく低下した場合、 視界が悪くなるため自動車や徒歩での移動にも支障が出、公共交通機関に大きな影響が出始める。指定が数十メートル数メートルと狭くなると、屋外のイベントやスポーツなどに深刻な影響が出て、あらゆる移動手段において衝突事故の危険があるため屋外での移動は困難になる。足場が悪い山岳や海洋などで指定が悪くなった場合は、 遭難や転落、船の転覆などの重大な事故の危険性がある。山岳や海洋で指定障害が予想される場合は通信機器やレーダーなどが必要となる。ありがとうございます。